今からちょっとしたね、頭を使ったトレーニングを皆さんに体感してもらって、せっかく今日上向けてるコーチも来てくれてるので、この中から J リーグになれそうだなっていう可能性あるなっていう子は数人いました。本当にぜひこの大会から、さっき社長も言われましたけど、 J リーグして日本代表になって世界で頑張ってもらいたいと思います。応援してますんで、頑張ってください。今日一日ありがとうございました。この中で将来ね、一人でも多くの日本代表とかプロが出てくることを我々期待します。みんながここでピッチでプレーできるっていうのは、たくさんの大人の人が汗をかいて皆さんのためにいい準備をしてくれたから、皆さんはサッカーできてます。ハートの中、心の中で感謝の気持ちだけはとどめておいてください。主催者の監督コーチの皆様、スタッフの皆様、見守ってくださった9名の方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。ここからは以上です。頑張ってください。